疲れ様です。リック学会です。今日はですね、この時期もういい加減ね、暑さも過ぎてだいぶね涼しくなってきて、場所によってはね、地域によってはもう寒いぐらいになってるんじゃないかなと思います。そこでね、必要になるヒーターについてお話ししていこうと思います。それではどうぞ。水槽の容量とヒーターのサイズについてお話をしていきたいと思っているんですけど、その前にですね、長く使ったヒーターって一体どうなってしまうのかっていうのをね、ちょっと見ていただきたいと思います。で、今こちらに用意しているのがですね、私の水槽、1500の750の600っていうサイズなんですけど、500ワット2台使ってるんですね。で、前に使ってた新しいやつにもう実は変えたんですけど、前に使ってたヒーターがこちら。これね、綺麗な方なんです。これ実は去年まで普通に動いてたんですよね。こっちは2台のうちに1本ですね。だこれはまあ変えなくてもまあいいんだろうと。で、言うてまあ4年使ってるんでね、もういい加減、1年単位で交換するのがね、メーカーでは推奨されてますんで、本来であればね、もっと前に変えろっていう話なんですけど、使ってて特に不具合なかったんで、そのまま使用していただく。で、問題なのがもう1本なんですよね。去年ワットチェッカーでね、チェックしてたら片方つかなかったんですよ。で、今回ね、変えたらこんな感じ。わかります？これ。先端というかね、中に挿してる電極っていうんですかね。なんて言えばいいのこれ。コイルっていうかね、あれがもう、朽ち果ててるんですよね。はい。でね、ちょっとこれ今レンズ変えたんです。マクロレンズに変えました。見えますか？もうなんかサビサビ、もうさっきまでこれ水槽の中入ってたと思うとちょっとゾッとしますよ。何のトラブルもなくてよかったんですけど、これ下手したらね、大事故というかね、なんか電気がね流れたなんてなっちゃったりとかね、ショートしたとかね、火事の原因とかになっちゃったかもしれないですよね。たまたまね腐食してこのまま終わってくれてたんで、たまたま何のね、事故もなくて済んだんですけど、こういうことになります、長く使うと。なのでね、ヒーターは定期的に変えた方がいいと思います。ではここから、これね、さっき私が最初に出してたプロテクトプロヒーターって日装さんのヒーターの裏面になるんですけどね、これちょっと見てもらいたいんですね。ここにね、容量と水槽のサイズについて書いてあるんですよね。で、40リッター以下の水槽は定額消費電力が100ワットのもの、60リッター以下には150ワット、60リッター以下っていうとこれ大体60センチ水槽ですね。で、80リッター以下で200ワット、で、150リッター以下で300ワット、だから150リッター以下、だいたいこの辺が90センチの規格水槽、90の45の45ぐらいだったと思いますけどね。で、プロテクトヒーターの500ワットが250リッター以下と、だから1200サイズなのかなぐらいだと500ワット1本と。で、僕の1500の750の600については、500リッター以上は入るんですけどね。大体500何がしリッターぐらい使って、500ワットを2本というような、目安でね、使用するということになります。ということで、水槽のね、サイズとヒーターの容量について、簡単にですけどね、日装さんの裏面を読ませていただきました。これ目安でね、選んでいただければいいんじゃないかなと思います。で、もう時期的にもね、ヒーターがつき始めるところがあると思いますので、このプロテクトプロヒーターっていうヒーターをもし使いたい場合はサーモスタットがね、必要になるということなので、接続用ってことで書いてありますのでね、くれぐれもそのままこれだけ使用するってことがないように気をつけてくださいね。これだけだと多分ずっとつきっぱになっちゃうと思いますので、必ずサーモスタット併用で、サーモスタットによってもその最大何ワットまでってね、サーモスタットの先に接続コネクタの部分に書いてあるはずなんで、その辺もですね、よく注意して、確認してみてください。で、今回ね、お話しさせていただいたこのプロテクトプロヒーターについては概要欄の方に商品リンク貼っておきますので、もしね、買い忘れてたって方いらっしゃいましたら、ちょっと見に行ってもらえれば、値段とかね、割と高いんですけどね、ちょっと安いところ探して、楽天しか僕使ってないんで、楽天内での話なんですけど、楽天内で安いところ探して貼っておきますんで、よかったら比較してもらいたいとかね、もうそのままで買える方は買っていただければいいんじゃないかなと、思います。はい。ということでね、今回ちょっとかなり短いんですけど、
まあ、僕もねヒーター交換したらあんなになってたってまさかの事態だったんで、これはちょっとね動画でこういうことになりますよっていうのを皆さんにねお伝えして、みんな皆さんがね、危険な目に遭わないようにちょっと、まあ、過ごしていただければいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。次回はね今ちょっと映ってたかもしれないんですけど、あの水槽のね右の方に飼ってるあのゲオとかねの紹介をしていきたいと思いますんで、よかったらお楽しみにお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。